始まりました、マンドラです、今回も先週に引き続きアニメ監督西村淳二さんです。どうもさーん。なんでそのセリフを引用なんですか。一番可愛いとこじゃないですか、あれ。そうそうそう。その前は君の手こうするところやったんですけど、これセリフないわ。あなたに不幸が訪れますように。というわけで今回は西村監督最新作、人気シミュレーションゲームから生まれたアニメ「トゥルーティアーズ」を徹底解剖しちゃいます。あいつ A 組のイスルギの絵か。ゲームとは全然設定とかは違うんですか。出てるキャラクターも名前も設定も中のお話も丸ごと違うんですよ。いいんですかそれは。ねいやそれ OK 出たんですか。っていうかこれは全く新しい中身で作ってみませんかっていうこと。あ、っていうオファーが来たと。そうです。その代わりゲームのファンの子たちとかがこれならいいかって思ってくれるぐらいのレベルじゃないとまずいですよっていうプレッシャー付きみたいな。ああ、なるほど。嫌な発注ですね。ゲームは一遍やってみたんですか。フルーティアーズは。いえ。ホームページの表紙を見たぐらい。涙がテーマの恋愛シミュレーションゲーム、そうそうって書いてあって、女の子が泣いてるやつ。そうです。それはやる。つまり、涙がメインテーマの恋愛シミュレーションゲームを作るっていうことは間違ってないし、ちゃんと恋愛シミュレーションで男の子がいて周りに女の子がいてで、その男の子をみんなが好きでっていうスタイルがありますよね、それはちゃんとやる、逆に中途半端に引きずったりするのは良くないと思って、例えば同じような展開になった時に、それがいいと思ったのに前にあったから変えるみたいなことになるのも嫌、いろんなことがあってちょっと終わってから情報入れないのこう、終わってからやろうかなっていう。いや、実はあれですよ、大映ドラマ作ろうっていう感じで割と真面目にあって、一番初めに来た依頼が例えば最近やったやつでっていう話になって、時かけの劇場良かったですよねとかっていう話になって、あんなんとかやって、時かけはご覧になった。いえ見てないっすね。本当はどうなんですかね。疑いました。本当は見てるんちゃうの。すり切れるぐらい見てんちゃうの。監督見てんよと見てんよ。強がっちゃったね。お前な監督やぞ。こうして生まれたアニメ True Tears、 気になる生息状況はどうなっているのか。フィルム上がりという意味では順調ですね。ここ10年って言っていいかなぐらい、アフレコの時に、絵が完成しているフィルムでアフレコをやった覚えがなかったですからね。あ、それじゃあ声優さんにしても珍しいってことですかね。多分そうだと思いますよ。ここの人らは仕事できるなみたいな感じになるんですかね。絵がある方がやっぱりいいですよね。当たり前の話。そうなんですけど10年間絵がなかったでしょ。そうです。なんか唯一遅れたのが監督の脚本と聞いたんですけど。はい。正直ですね監督。まだシナリオ書き始めてそんな長くなくて割と新人なんですよ。あ、そうなんですか。いや、そうなんです。何作目ぐらいなんですか。トゥルーティアーズで書き終わった段階で15本ぐらいですかね。しか書いてない。少ないです、少ないですよね。演出は20年以上やってるんですけど、脚本は3年ぐらい。3年のうちに15本ってものすごい仕事ない脚本家ですよね。そういうことなんですね。そうです。今回だけだったなので僕は監督なんですけど、僕の下に構成の方がいて、でその下にまたいるんですよ俺が。え、じゃあどうなるんですかその関係は。いや、監督が脚本家として構成の人にそう提出して、脚本上がりましたって持ってきて、ね、で構成の方が、あ、西村さん最近上手くなったわねとか言われたりする。ありがとうございますみたいな。もうちょっと早く上げようね。そうそうそう。で言われながらデビューしたての子じゃないですか。いや、まあ本当にそう、誇張なく本当にそういう関係で、ダメ出しはされる、される。もうガンガンダメ出しされるわけです。これ繋がらないわねって。そうそう。クライマックスで、はい、あるキャラクターが予売をかけるプロットを書いたんですよ。そしたらもうとにかくもう一人のライターの方と構成の方にソース感を食らって、一体トゥルーティアーズは何だと思ってるんですかみたいな。構成ともう一人の脚本からもう流れが違ってくるんじゃないのみたいな。私のキャラに何するのみたいな。そういうすいませんっつってそのプロット下げてとか結構いろいろ。監督なのに。よく考えたら俺監督なんだけどなみたいな。
構成側から監督上がりましたって言うと、まあまあ一緒にその場にいる、当たり前ですよね、一緒にいるわけなんだけど、でその時一旦なんか、ね、キャラ変えないと、脚本としてベレー帽かぶってるとかじゃないそうそう、キャラ変えないとダメだ、撮って、うん、脚本の時はベレー帽かぶってて、監督できましたって言ったらベレー帽脱いで、はいどうした割と近く、それに近く、あ本当ですか、言わなきゃいけないこと言う時はそんな感じになったりとかそういうそれが監督の権限使うんです、そうそうそう、俺突然俺が監督だみたいなこと言い出す普段どうなんですか、恋愛は得意ですか、なんで今トッとストって言った女性を口説いたりとか、恋愛に関してどうですか、恋愛は得意じゃないですそんな気しますわそうですよ、ね、こうだったらいいのにな、恋愛こうだったらいいのになっていうの妄想みたいのが入ってる妄想いやサービス精神っていうのは大切で、本当に見てるやつがこうなったらいいなとか、俺に学校シチュエーションになればいいなっていうのはやっぱりどんどん突っ込んでいきたいとは思ってるのは一つあって、で例えば女の子のアパートのとこでいいわよって言われて男の子が躊躇するとかっていうシーンがあったりするわけですよ。そうすると俺とかプロデューサー、まあプロデューサー男なんですけど、制作会社の社長も男なんだけど、いや躊躇しないって絶対しないから入るでしょ、それは入るでしょ、監督スパーンってなる、まあ、飛びながら服脱ぎながらしたらくじこうこういうグーでポイーンってでも高校生だからみたいな、そうそうそう、じゃあどんな風にすればそこで躊躇できるかみたいな話になるとか、まあそういうことですよね。そんなトゥルーティアーズの監督のお気に入りシーンとは、主人公のヒロミっていう女の子の登場のシーンが、はい、かなり気に入ってますね。舞台が、地方 の造り酒屋の、日本建築、巨大な日本建築の中に今のあの高校生の女の子が暮らしているっていう、つまりそのキャラクターと美術の、まあ、いわゆるアンバランスというか、その辺が、とてもうまくいったと思って割と満足してるカットですね。これトイレは洋式ですか和式ですか、はい、洋式です洋式ですか、はい、最初この画面を見て最初の質問がそれこう踏んでガジョンってなんか落ちるボッとんじゃないですかあのお約束は守ってるんですよ、着替えたり、風呂に入ったりっていうのは当然やっているわけです。でもいいですよねこの家、ね、すごくいいですよね、なんでこのピカピカしてるんですか、画面全体をかっちり書き込むんではなくて、主要な部分を書き込んで、そうでないところは少し飛ばすみたいな、新しいというか作り方にしようと言って、それも本当絵のバランスとして抜いちゃうみたいな、そういうことですね。工藤さん1話見ました、見ました見ました、でも気になります、何の句なの、見ました、でも私がやっぱり惹かれたのはやっぱ日本家屋とタイトルのテーマのこう涙が出なくなった少女っていうのがすごく気になっていて、それだん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 1話終わりにつれて分かっていくじゃないですか、それがすごくいいなと思いました。でも最初はつかみ弱かったんですよ最初はってもう1話やんけ、でも本当に監督今切れるところですよそして監督が今回特にこだわったという音響の話題へ。音響監督が若林くんって言って、あの押井さんとか、宮崎さんとかのやつをずっとやってる人なんですけど、かなり著名なアニメーターのビッグネームの方ですよね。でも実はすっごい昔から知ってて、彼がまだあの牛丼を買ったりみんなの分を買ってきたりとかしてる頃から知ってる、新人の頃から、そうです、彼はあの緻密なんですよ、とにかくあの演出が、でフィルムガードおかげでかなりあのいい感じで声が入ってるなと思います。アフレコの時に絵があるから、うん、そうです、うん、でもキャスティングもあれですよね、あの演技派が揃っているというか、若林さんらしいというか、そうですね、本当にそんな感じ、なんか聞かせたるでみたいなお母さんが結構いい感じですよ、ね、高橋理恵子さんって、はいはい、あのシムーンで主役をやってもらったんですけど、突き放した怖い声がピカイチなんですよね、怖いですね、お前もあの子の味方なんだねそうそうそう、そういう脇も結構がっちり固めてもらったので、声的にはすごく満足してる、結構ポップだったりライトだったりするその王道の恋愛小説の世界を踏襲しながらも
こういうとこでガッチリ重めに作るみたいな、そういうこと、狙いってことですね、そういうこと、美術とかもあのリアルさを全面に出して、はい、じゃあ最後に監督から、はいはい、今一度トゥルーティアーズの見どころを一言お願いします、はい、泣ける泣ける話を作ろうって一生懸命頑張って、まあ、タイトルトゥルーティアーズだけど、こいつらはあ本当にこうだよなって思ってもらえる作りになってるはずなので、ぜひケツまで見てもらってですね、ちょっと弱いつかみはちょっと徐々に上がってます、徐々に上がっていく、徐々に上がっていく、何話ぐらいでカットドーンっていくぜみたいな、何話ぐらいでカットってまだつかみないって具体的に何話か聞く全部見てそこで矢野場が来るって言っちゃうわけだからこれでどうする監督が第13話ですって言ったらびっくりした、フィルムメーカーさんがガクーってなるわ最後につかむなよ